月額メイドサービスの話だよあでも私は必要ないと思うねずっと叱支払たくないねいや私は必要だよだって私に金を稼げるしうさんは中国語を私に教えられて一石二鳥じゃない、うんま、全然嬉しくないね前聞いたんだけど中国の男性ってみんなプライド高いよねいやそれはないよねそして気高くて気品があるいや <laughs> そして優しくて思いやりある まじゃあ解約しようえやった今回特別に亮さんのためにメイドサービスを中国語化して中国スタイルメイドサービスを提供しましたえ中国語かえんな中国語の発音を勉強してメイドサービスに生かしていこうと思ってえマジで面白いねこれえじゃあじゃあご主人様はどう呼びますかズーインなんか変わったね私は出かける時何が言いますチューニドバ うん、まあなんかおかしい。で,で、私が帰ってきたら何が言うレナーディー